の仙台コカ・コーラ社から21名を受けて、はい、今参加をしています、うん、そもそもこの午前中のこの表浜の、海岸清掃なんですが、はい、これグローバルに国際海岸清掃活動というものを展開しておりまして、もともとはオーシャンコンサルバシーという NPO が、1986年にアメリカで始めて、それにコカ・コーラカンパニーとして賛同して、はい、今このような形を世界中で、昨年、震災の後の、ボランティアも兼ねてここ七ヶ浜に、来て、今年は2年目と言っています。普通の分離だと、燃えるゴミ、燃えないゴミとか、はい、プラスチックとか、ガラスとかってあるんですけども、細かい分類でどれぐらいのゴミだったかということをまとめて、でそれを、報告して、それを世界の部分として集めて、どういう傾向にあるかということで、かなり事細かい分析表というのがありまして、これを集めた後、みんなでそれをまた、大体これが何グラムぐらいとか何グラムぐらいとかっていう形で、仕分けて、それで報告。何ですか、これは。これは何なんでしょうね。工業製品。貝ではないですよね。これプラスチックですね。まあ、ゴミは、大きくても小さくてもゴミなんでね。さすがにいいこと言いましたね、今ね。いや、でもそうじゃないですか。なんか。今のもらいます。もう一回言ってください。今のもらいますって。私、なんて言いました、今。いや、ありますね。なるほど。今日のゴミ、ちょっと見て、どんな感想がありますか。いや、やっぱり、何度きれいにしても、また高い波が来ると、今回もですね、いろいろな部門から、そういう、広報とか環境の担当する部門だけじゃなくて、営業部門ですとか、経理、それから、いわゆるテクニカルとか、研究開発のいろんな部門から参加してもらっているので、その部門を超えた広報の社員として、もちろん仙台コカ・コーラさんも、そう